香港チャンネル。質問が来ております。はい。小室圭さんがニューヨーク司法試験に合格したということで、はい、これについてどう思いますかと。ええやん。ええやん。合格してんやろ。よかったですね。それは、人がな、落ちて喜ぶ人間は最低やと思う、うん。合格してんからええがな。おめでとうございますや。三度目の正直ね、うんうん。努力が身になったってね、いうところで、いろんなね、問題とかあると思いますよ。うん、そのお母さんの件とか。うん、まずそれとは切り離して合格、うん、合格。ただ、これね、今までね、マスコミの方々、はい、結構ひどいこと言ってたよ。まあまあ、叩いてるというかね。うん。うんどうすんのかなって。うん、ほんで、ほんまに、おめでとうございますって言うんかな。もう今も出てんもんな、なんか、小室さんが合格の偽リストが拡散、合格報道にネット喚起も、フェイク画像に注意というところ。フェイク画像ってどんな画像やねん。ちょっと落ち込んでる画像。なんかね、ようわかんないですね。ようわかんないけども、まあ、うん、これでね、向こうの弁護士さんになるんでしょ。そうですね。うん。だから、3度目で合格っていうね。うん。うん、では、難しいんでしょ。ハードルは高いと思いますよ。そうやろ、弁護士って、はい、もう、日本も難しいでしょ、みんな。うんうん、しかも、まあ、英語ですからね、向こうの場合はね。大変やんで、もうこれからね、いろんな、弁護していただければいいと思いますけども、うん、まあね、だから今後その今までその宮内庁なり外務省なりの多分なんか職員とかもねなんかいろいろ向こうでガードとかね、はい、してるみたいなね、はい、報道とかもありますけど、はい、晴れて職の基盤も生活の基盤もできて、はい、ね、それって基盤ができたら外すの？いやよくわかんないですよ。それは、うん、だからやっぱり口実や、まあ、まあお金のことなんねやろ、うん、っていうところやろ。じゃけど、ある程度はでも海外で、まあ、どう俺ら分かれへんわ。そうなんですよ。どこまでそういう公費がね使われてるのかとか、うん、そうやろ、うんうん、まあそんなでもそれはまあまた泳い報道が、ね、報道もあると思うし、うん、俺聞いてみるわまたね、うん、先生に、はい、だからこれはこれでよかったし、うん、でね、一安心やと思うで、うん、そうですね、ね、もうこうお二人が幸せで暮らすことが一番やと思うし、うん、でこれでね、ご両親も良かったとは思ってはるもんね、まあまあ、安心はしてらっしゃるでしょうね。それは娘向こうがまだ、はい、無職とか無職というか、まあ、まあお手伝いみたいな、ほんでね、いやいや報じるやん、はい、メディアも、うん、結構面白おかしくな、まあ、そうですね。なんかニューヨークの街をこうね歩いてる姿とかパパラッチしたりとかねして、そらな、追いかける側と追いかけられる側とか、うん、映す側映される側のね、うん、でほんで映される側がちょっとけげんな顔したら、うん、またなんかバーって書いたりもするやん。だからそういうのを持ってる な、どうなんって思ってまうと思う。まあそうですね。うん、まあでももうね、皇族じゃなかったらあんまり追いかける必要もないかなとも僕は思うんですけど、一般の人やろ、はい、一般の人を、じゃあこれプライバシーの、うん、個人情報個人情報って言うてて、うん、だから個人情報を思いっきり、はい、それからこの合否も個人情報ちゃう。まあそうですね、民間人ですからね、基本的にはね、ほんまに、まあ、元皇族というね、そうやろ、うん、これいやほんまにね、奥様が皇族、もっとね、皇族、うん、出身であるけども、うん、しかしもうね、一般人に嫁いでんから一般人っていうね、うん、そういう、まあね、あったかい目で見てあげたらええちゃうの、うん、そうですね、うん、そうやろ。まああとそのね、いろんな後継とかいう問題は別として、うん、今回合格して、ほんで、そこで働いて、そのね、収入で、いうところでございますやん。よかったんじゃないですか？まあまあそうですね。法律でも何が一番強いかっていうね。まあまあ、分野もある。分野がね、いろいろね、その企業案件とかね。これは分かんないな、これな。遺産相続とかいろいろありますからね。うん、思えへん、大変やと思うわ、こんなやって。
いや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 。まあね、ほんまプレッシャーもね、ありながらね。そうで、うん。まあ、現にね、その、なんか揉め事を犯したんはお母さんやけど。まあまあそうですね。うん、ガタ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 、ほんで、親一人子一人で、な、あんな子が親をもう守らんしゃあないやんけって。うん、まあ、いろんな意見はあるけども、ね。あけど、まあ、おかんもおかんでな。まあね、問題はね、あれですけど。あるけど、あるけど、最近はどないしてはんの？出てこないですね。あんま借金問題とかもあんまり触れられないですね。まあ、でもこれを機になんかちょっとね、また報道が出てきそうな感じはしますけど。なんかそういうのが、もうあるような。この間なんか、ちょっとそういう報道あったけどな。うん、お母さん。まあ、そんな感じでございます。しかし、合格。ね、三度目の正直。まあ、おめでとうございます。おめでとうございます。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、いいねを押していただければ、また私も励みになりますので、よろしくお願いします。香港からのお知らせでした。